どうもダイのです今回は鶏むね肉のの最高の調理法を発見してしししてててままったとといいいうことについてお話ししていきます、まあ、料理に関する雑学なんですけど雑学というか雑談かな、まあ、今回の動画でだらだらと喋っていくんですけど一番言いたいことっていうのはやっぱ料理スキルって身につけたら一生役に立つわけなんですよねで自分がその家族と一緒に暮らすとか新しい家族を迎えるだったりとかしても自分の調理スキルが上がるとそして栄養価の高いものを自分の大事な人たちにも食べさせられると自分だけじゃなく自分の大事な人たちもどんどん健やかに 精神も肉体もね健やかに育っていくし人生がイージーモードになっていくわけなんですよねだからその野菜とかってさ小学生の頃とか小さい頃とか苦手だったじゃないですかこれ <laughs> もすごい好き嫌い激しかったんですけどそんな栄養価がまあようやく口に寝がした言葉もあるけど <coughs> ごめん喉が ぐん,ぐんぐんって言ったんですけどその何だろうねまずいものまずいはずのものを美味しく食べれるようになってそしてその栄養をたくさん摂取できるようになったらそれは他の人と差がつくと思いませんかそして自分が料理スクールを身につけることによって自分の大事な人たちの人生が豊かになるんだったらそれは料理スクール磨いておいて損はないと思いませんかってそして自炊したらさやっぱりなんか外食するとか弁当とか買うより安く済むわけなんですよね。 自炊って高くねみたいな風に算数もできないことを言ってるようなやつとかいたんですけどま,まあまあ自炊したくない自分を正当化したいだけなんでしょうけどねそういう風な人生を送りたくないんだったら料理スキルを磨くことって重要なのかなっていう風に思うわけなんですけどまあちょっと口が悪いですね <laughs> その話はともかくちょっとね鶏むね肉さあの鶏肉ってとか卵とかって非常に栄養価があるわけなんですけど栄養価が高いわけなんですけどただ鶏もも肉は唐揚げとかさ唐揚げも美味しいけどまあ栄養あのけ健康にはあんま良くないけどね ただ、鶏もも肉を、鶏え、鶏もも肉か。鶏もも肉を普通に焼いたりするのすごい美味しいじゃないですか。結局、鶏胸肉って難しくない調理するの。俺ずっとその壁に直面してたんですけど、最近ね、実家帰った時に、あの、母親にさ、こんな調理の方法があるよって。で、それ食べて、うわ、めっちゃいいやんっていうふうなのはまったんですよね。それが、鶏胸肉でチャーシューを作るっていう方法なんですよね。ちょっと画像を見てみますか。ちょっと汚いんですけど、<laughs> まな板の上でね。これ湯煎したんですよ。えっ、ー、と、 このなんか耐熱性の110度まで耐えられるビニールの中に入れてぶち込んででお湯の中に入れてで、えー、と沸騰させてさ、えー、と全体に火を通すわけなんですよねでそれを細かく包丁で切ってでこあのなんだろうね <laughs> これまた汚いんですけどちっちゃいちっちゃい皿の上にさキャベツでもレタスでも何でもいいけどとわかめとで胡椒とそしてそのさっきのチャーシューをさバーっていうふうに並べて でなんかかかってんのはポン酢をかけたんですけどごまだれでも全然いいんですけどねこれはあの柚子系のポン酢を使ったんですよねでこれで食べるのがまあうまいその何だろうね湯煎するだけだと鶏むね肉が鶏むね肉ん鶏むね肉か <laughs> 鶏むね肉がなんかプリッとした状態でしかも薄く切っておくとね何だろう全体的にしっとりとしていてでなんかそのやっぱ 鶏むね肉筋肉がしっかりしているからその繊維が感じられてけどなおかつ分厚くしてね薄くしてるからなんか食べやすいんですよねっていうのがでしかもそのポン酢のあっさりした味とめちゃくちゃ合うで実家行った時はごまだれと一緒に食ったんですけどポン酢でもなかなかいけるんですよねっていうふうに鶏,も鶏むね肉ってどうやって調理しようかなーって安いしさあの買ったはいいものの全然美味しくならないから、まあ、とりあえず自分の満腹チュースを満たす栄養価の塊として <laughs> 食べていた時期もあったんですけど、あ、やっと答えて見つけたっていう風に思いました。あの何だろう、幸せってここにあったんだっていう風に食べてと思いましたもん。でなんだらこの動画を撮る直前にさっきの写真のやつを食ったんですよね。やっぱりうまかった。いやあ、ただ今のところ課題はその鶏胸肉の皮をそのまま食べるとちょっとブヨブヨしすぎてあんまり美味しくないから、鶏もも鶏胸肉の皮だけは湯煎した後はなんか炒め物とかの中に混ぜてカリッと焼いて食べようかなっていう風に思ってる限りなんですけど。 なんだろうね。いや。調理法をさ理解しておくだけで、しかもそんな手間かからないんですよ。ビニールの中にさ鶏胸肉をぶち込んで、そしてお湯の中にぶち込んでそして。 できたやつを冷蔵庫の中で冷やしておいてで、全体的に火が通るように切れ目を入れておいた方がいいわけなんですけどまあ俺はその加熱時間を長くして全体に火が通るようにっていうふうにしたんですけど切れ込み入れるのめんどくさかったからねだからちょっとね火が通ってなかったら怖いなっていう恐怖はあったんですけどちゃんと火が通ってましたちゃんとね薄く切って中身見てみたんですけどで食ってみたらめちゃくちゃうまかったいやーでこれをなんかかツオのたたきみたいにさ ごご飯の上に乗っけてポン酢かけて食べるっていうのもありなのかなってちょっと今度やっ今度というか今日の夜やってみようかなっていう風に思ったんですけどいやマジでその食べ物ってさ加工度が減れば減るほど栄養価高いわけなんですよね揚げ物にするだったりとかグミとかガムとかそういう風に原型が分からなくなるぐらい調理しまくってるともともとの栄養が損なわれてるわけなんですよね。 そうじゃなくて野菜はできれば生,生で食べるとかさすがに人参を生で食べるとかってにあのうさぎじゃないんだから無理だっていうふうに思うかもしれないけどえっ、ー、とねできれば低温で、えー、とじっくり焼いておくと,、えー、と栄養損ないにくいわけなんですよね。で鶏むね肉もささっきみたいに湯煎であの湯煎をした状態であとはもうサラダに盛り付けて食べるだけというふうにしたら鶏むね肉のそのたん質だったりビタミンだったりとかっていうのも。 結構ね損なわななないいい状態でで食べれるんじゃないのかなととうことでただあのさっきのやり方だとそのビニールがさ俺のやつは耐熱の110度までできるやつだけど普通のスーパーとかで荷物を入れる用のちっちゃい小袋のビニールとかあるじゃないですかあれとかだったらその湯煎あれの中に鶏むね肉をぶち込んで湯煎しようとしたら、えー、とビニールが溶けちゃってとんでもないことになっちゃって、えー、あとんでもないことになっちゃうから、えー、とその辺はちゃんと耐熱性のビニールを使わなきゃいけないっていうのだけは覚えておいてくださいって感じなんですけどあと あの鍋の鍋中に沸騰,沸騰した鍋の中にチャーシューをぶち込んで、えー、とお湯で沸騰させるっていうのもありだと思うけどただそうすると栄養価がねその鍋の中に流れ出ていっちゃうからその鍋をできればなんかシチューだったりとかさカレーだったりとか何かしら汁物とかに使ってみたらあのまあ無駄がないのかなーっていうふうに思う限りですねっていう感じでただ鶏むね肉を美味しく作れましたよってだけの話だったんですけど皆さんも鶏むね肉こんな風に調理してますよみたいなおすすめの方法とかあったらねあのコメント欄で募集しています。 まあ何でもいいからとにかく料理ってさレパートリー増えておいたらやっぱり毎日同じもの食べるのって嫌じゃんあの大好物でも毎日食べたら飽きるじゃないですかけど栄養価が高くてでえー、と普通はまずいっていうふうに思われる料理とかも美味しく食べることが美味しく調理することができるようになったらやっぱり自分の QOL も上がるし自分の大事な人たちもさあのパパの作る料理大之助の作る料理美味しいっていうふうに自分の家族とか言ってくれたらまあ なんか人生楽しそうだと思いませんって話なんですけどそんな感じでねそういう些細なことからでも喜びを感じていますよということをちょっと今回紹介したくなりました。というわけで今回は以上バイバイ